古事カンボジアのアンコールワットをしのぐと言われるほどの規模を持つフルデラ、ベンメリア。中国三聖省の南禅寺、中国最古の木造建築である大仏殿を要する古札。東学廟王、中国の東学大山にある道教の古札。伐光窟遺跡としてのフルデラ。法隆寺、日本で最も歴史ある古札。世界最古の木造建築物を要する名札。 古事とは古びた寺院、または古くなって荒れ果てた寺院。古くから存在する由緒ある寺院などを言う。さらに日本の地名に古寺がある。なお寺院という語が講義では仏教以外の諸宗教における類似の施設をも指すのと同様に古事もそのような語義を持っている。他方、法律する古刹の場合は同教寺院を例外としてそのような用法は ほとんど見られない。単に古びた様子の寺院を指すもので、歴史的価値を問題とはしない。類義語として廃止された寺を意味する廃寺があるが、古寺は廃止されているか否かは問わず、廃寺も含め荒廃した寺院を指す。歴史上にも陛下を被るなどして失うもの多く、そのまま衰退の一途をたどって消えていった寺がある。一方で、 こうした古寺が有力な被護者を新たに売ることで、復興を果たした例も少なくない。また、荒寺、荒寺も類義語であるが、人の手が入らず、荒れ果てた状況にある寺のことであって、古いかどうかは問題としない。古寺名冊という語があるように、古寺と名冊は微妙に異なるものを指すが、歴史ある名刹は古刹と呼ばれる。なお、古寺、名冊、 古札は中国語でも日本語と同様に用いられる。日本では、例えば四国遍路などといった信仰心に基づく寺院の巡礼は古くから行われており、とりわけ太平の世となった江戸時代にはよく整備された街道を礎として流通や大衆文化の発達に伴って観光という別の動機を大いに交えながら空前の流星期を迎えたが、当時は特に 古辞をめでたわけではなく、目的地である名札の多くが歴史ある、名札すなわち、古札であったということであって、古辞巡礼という現代的感覚とは乖離している。その点で、近代以降の巡礼はそれ以前の巡礼とは異なるところがあり、今も昔も信仰を熱い人々がいることは確かで、あるが、古辞巡礼という信仰目的とは関係のない。 フレーズが徴用されることからもわかるように、観光色が一層強いものとなっている。様々な形態の古事観光が古事巡礼の名のもとで盛んに行われている現代では、古事観光や巡礼に関する書物が数多く出版されている。このような純粋な巡礼から巡礼の名のもとに行われる観光への変化は日本に限らず仏教文化圏、特に 大乗仏教の文化圏では一様に見られる時代的変化である。漢字文化圏のうち、特に中国語圏では俗語表現としてであるが、抜甲窟のような石窟寺院やアンコールワットのような石像寺院、すなわち遺跡化した寺院にも古字という語を用いることがある。日本語地名としては以下のものがある。ありがとうございます。